多摩電子工業株式会社は、神奈川県川崎市に本社を置く昭和51年創業のモバイル周辺機器メーカー。会社設立時は、カー用品販売会社の商品開発と OEM 生産を行っていたが、携帯電話の普及に合わせ、国内初の電池式携帯電話用充電器を開発、発売し特許を取得。以降、各種携帯電話、 スマートフォン用充電器の開発、生産、販売を本格的に開始する。コンビニエンスストアでのシェアはトップランク。平成25年、主に営業、販売のパートナー企業であった株式会社アリスティと合併。コーポレートロゴは、玉タ玉ズ。1976年から3月マ電子、工業株式会社を 設立1979年から4月東京都稲城市に社屋を移転1997年の4月電池式携帯電話用充電器の特許を取得する。合わせて各種携帯電話用充電器の開発、生産、販売を始める。11月 ING をブランドとして販売を開始する。主な販路としてコンビニエンスストア、家電量販店、ホームセンター、 1999年から4月東京都町田市に社屋を移転。2002年から11月中国、チャンスー省蘇州市に自社工場玉電子有限講師を設立。2010年から3月中国、関東省東岸市に自社工場玉電子有限講師を設立。10月東岸工場が国際品質企画 ISO9001 及び 国際環境規格 ISO14001 認定。2011年から1月蘇州工場が国際品質規格 ISO9001。4月同じく国際環境規格 ISO14001 認定。2013年から4月多摩電子、工業株式会社と営業、販売のパートナー企業であった株式会社アリスティが合併。 東京都台東区浅草橋に東京オフィス開設、大阪営業所を大阪オフィスに名古屋出張所を名古屋オフィスと改名、合わせて福岡県博多区に福岡オフィスを開設する。9月上期に伴い、コーポレートロゴ、シンボルマークを刷新する。合併会社である株式会社アリスティの頭文字 A を従来使用していた ING に加え、白紙を 新ブランドとして販売を開始。11月神奈川県相模原市に物流センターを設立。神奈川県川崎市麻生区に本社を移転。本社は多摩ニュータウンに隣接する工業団地川崎マイコンシティに立地する。2016年から2月中国チャンス省蘇州市に自社工場である蘇州多摩素料製品有限公師を設立。中国内3拠点目。 2017年から4月埼玉県行田市に行田物流センターを設立。2020年から1月蘇州玉素料製品有限講師が国際品質企画 ISO9001 認定工場取得、同じく国際環境企画 ISO14001 認定工場取得2018年10月よりタレントの出川哲郎を起用した。 モバイルバッテリー商品の CM を放映している。また同月より、出川が MC の気候バラエティ番組、出川哲郎の充電させてもらえませんかの提供スポンサーの一社として名を連ねている。ありがとうございます。